長澤まさみの推しは鈴木亮平で、鈴木亮平の作品を見たり、駅のポスターの写真を撮ったりしている。そんな鈴木亮平とドラマ、エルピスで共演し、キスシーンを演じた。長澤の高校生の同級生に手越祐也がいた。あいみょんと仲が良く、みーちゃんと呼んでいる。父は元サッカー日本代表の長澤和明で、今中山と家族ぐるみで交流がある。長澤は小学1年生の時、今中山にプロポーズされ本気にしていたが、今中山は生田智子と結婚し、長澤は失恋した。長澤まさみが女優になりたいことを知った。生田智子がオーディションを受けるように勧め、3万5153人の中から史上最年少グランプリを獲得し、芸能界入りをした。長澤まさみの理想の男性は、焦らずマイペースな人。